住んでます。僕の人生の4分の1です。コンサートや観光で日本全国に回って、貴重な思い出がものすごくたくさんあります。このストーリーはその中の一つです。数年前、岩手県一関コンサートやりました。コンサートの翌日、観光でゲイビゲイの川下りに行きました。偶然私が乗ってた船の船頭さんが前日のコンサートにいて私のファンでした。菅野さんと言います。菅野さんは船の上に何曲を歌ってくれました。歌っていた民謡を聞いたことなかったんですが、彼が歌うときにストレートでギュッと体に染みる感じでした。菅野さんの苦しみ、幸福、痛み、彼の全てが歌声に入っているような感じがしました。最高の最高の川下りでした。その時、半分冗談でいつか船の上にピアノを置いて一緒に演奏しましょうという話をしました。実現できるまでは数年かかったんですが、やっと実現できて、一生忘れられない奇跡の出会いでした。はい、ちょっと待っててもらっていい？お久しぶりです。はい、すいません、お待たせしました。お待たせして、いやいやいや、楽しみにしてるよ。読むうまいですね。いや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 、頑張ってるけど。どういうストーリーとか、どういう話？はい、この山道を登る時のイメージ、山を登る時、牛にバーバーってこう。ああ、だからバーバーはその音なんですね。そうなんですね。狼とか、うん、クマとか寄らないように大きな声で歌うんですよね。ああ、なるほど。実現的な曲。そうなんですね。それが面白い。私はどちらかというと感情を込めて歌う方なんで、うん、もう感じたの、船に乗った時は本当にもう感情的な歌い方なんです。なんかね、もっと上手い人はいますよ。でも感情を込めて歌うのが好きなんで、はい、僕もそれが一番大事だね。技術よりやっぱり感情を込めて、ボールがギュッとくるから、調子悪い時もあるし、うん、その過程のことでそういうのも含めて、いい時と悪い時、ただ仕事に入った時はスイッチを入れてやっぱりやりますね。それわかるよ。僕もちょっと調子が悪くても、こうコンサートに入ったらこうスイッチを入れて、風邪をひいても熱があってもちょっとやっぱり家庭の問題もあったり、ね、うん、でもスイッチをね、そこは別の世界と思ってやらないとね。そう、お客さんはそれを期待して来ていただいてるんで。船頭さんになろうと思ってたのは、それはですね、これも出会いですね。はい、ゲイビケの中さんと呼ばれてる人が、その人の紹介でゲイビケに入りました。それまではフラ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 していたんで、はい、家庭でもいろいろ問題もあり、人生なんだろうという感じもいろいろ悩んでましたし。そうなんですか。はい、ゲイビケの前の生活は全然違うんですか。こうゲイビケの仕事があって、こう、もうなんか最高に合います、素晴らしい。
菅野さんはいつも通りに歌っていただきたいんだけど、あ、まあちょっと勝手にこうちょっとアレンジしたいなと思ってたんだけど、それでも大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、行きまーす。ありがとうございます。いやお疲れさん、ベンさんお疲れ。川の中に入った。そう川に入った。いや違う、落ちてない、あの撮影で撮影のために、そう撮影のために、はい、ここまで。